リハビリはイメージ。リハビリはイメージして感じ取ることが大切です。イメージにつなげるのが言葉です。一つの言葉をみんながみんな同じこととして捉えていないので、リハビリの時はその人に合った言葉を選ぶのがベストです。例えば、歩行練習をするとき、腰が曲がっているのでそれを修正したいのに、ある人には胸を張るという言葉をかけます。それでちゃんと背筋を伸ばせるなら、その人には胸を張るがイメージとしての言葉となります。ある人にはそれがダメでもへそを前に進めるようにとイメージした方がいいことがあります。ある人には骨盤を立てて歩くが、ピタリとイメージできて、姿勢が良くなることがあります。またある人には頭頂から引っ張り上げられるようにが、しっくりくることがあります。だからリハビリがうまくいかなくても、意味は同じでも違う言葉でアプローチすることが大切です。視点を5メートル先に置いて歩くのイメージで、随分歩き方が変わる人がいます。言葉の持つ力には、その人のリハビリになる不思議なサポート力があります。一つの言葉でサポートするのは早計です。足裏を感じろと言っても、理解できる人とできない人がいます。かかとをついて、つま先へ重心を移動するの方がわかる人がいます。ピタピタと地面に足裏が張り付くように脳がわかりやすいという人もいます。それで歩き方が良くなれば、その人に合った言葉です。ところで、土踏まずは、足の裏全体に体重を分散させ、安定した姿勢を保つ役割を果たします。土踏まずのアーチが弱いと、体重が片足に偏りやすくなり、転倒のリスクが高まります。その土踏まずのアーチで地面をつかむとイメージしたとき、ふらつきが少なくなることがあります。土踏まずのアーチで地面をしっかりつかむというイメージがふらつきを抑え、歩行姿勢が良くなります。剣足で地面をつかもうとしているかどうか、比較してください。もし感じることができたら、土踏まずのイメージが、その人に合っています。